第12週1日目即時応答。1番。このチームはリーダーを中心によくまとまっていますね。1。1> a。みんなリーダーを信頼しています。2。a。もうちょっと離れた方がいいですね。 ええ、リーダーはちょうど今真ん中にいますよ 2>, 2番そこで何ぼんやりしてるの1ここですすぐするよ。2 があるからだいじょうぶだよちょっとかんがえごとをしてたんだ3番やっぱりなつはうみにかぎるよねうん たまには違うところに行きたいよね。二。うん。暑いときは海が一番だね。三。うん。絶対行きたくないよ。四番。あれ？ 変だなこのドア、開かないよ。1, 1そこは開かないようになってるんだよ。2, 2本当だ。しっかり鍵をかけとくね。3じゃあ、閉めてみてくれない 5番、さっき先生に呼び出されたんだ僕、何かしたかな何もしてないなら心配しないで早く行ってきたら2、本当に何を出されたか覚えてないの 3> 3呼べばよかったのになんで何もしなかったの 6番、狭い家ですがどうぞお上がりください1どういたしまして 2, 2お邪魔します 3, 3いただきます 7番「どうしようまだ授業があるのにお腹いっぱい食べたら眠くなってきちゃった」「じゃあ少し休んでから食べに行こう」2「2顔でも洗ってさっぱりしてきたら? 3> 3」「そんなに寝てきたんだ」 5番電気屋で店の人と女の人が話しています。店の人はいつ冷蔵庫を届けますかいらっしゃいませ。あの、この冷蔵庫が欲しいんですが、うちまで届けていただくことはできますかはい。こちらの冷蔵庫なら早くて、 あさっての10日にお届けできますよそうですか実は今私が使っている冷蔵庫を娘にあげる予定なんですがそれが再来週の日曜日なんですなのでその日にこの新しい冷蔵庫を届けてほしいんですけど再来週の日曜日ですねわかりましたあでも。 娘が家に取りに来るのが夜遅いから、その次の日にしてもらえますかはい。では、そのようにいたします。店の人はいつ冷蔵庫を届けますか 9番。大学生になったのでこれからいろいろなことにチャレンジしたいと思っています1。1> へえもうそんなことを試してみたの 2, 2うんきっといい経験になると思うよ3。うわあずいぶんいろいろやってきたんだね